こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの浜ちゃんです。本日ご紹介させていただくのはこちら、ウエストン30ジャパンリミテッドですね。日本限定モデルのウエストン30でございます。ウエストン30は、ウエストン3の改良版、MMCX 版ですね。リケーブルできるようになったウエストン3というふうにも言われております。基本的には似たような構成なんですけども、チューニングがさらにブラッシュアップされています。はい、じゃあちょっと中身を見ていきましょうかね。まずケース、こんなケースがついてきます。ペリカンケースですね。ガチッとはまるタイプのケースで好きです。壊れにくいです。でイヤーピースなんですけど、たくさんイヤーピースついてきます。はい、こんな感じです。小さいのからすごく大きいものまで、ギュッとなってる感じのやつとかもあります。耳の大きい方から小さい方まで、幅広く対応できるだけのイヤーチップがたくさん含まれています。はい、じゃあ本体見ていきましょう。こちらです。ババーン、サーンって書いてますね。でもこれよく見たら隣のところもですね、ゼロが入ってるんですよね。このデザインってウエストン3のデザインを引き継いでまして、ウエストン3ってここもともと3だけだったんですけど、隣にゼロがついてる、こうなんていうか知ってる人には嬉しいデザインですね。なんかこう、まあ知らなかったらふーんって感じもするんですけど、ウエストンの長いですね、歴史の中をこうちょっと振り返るとちょっと嬉しい気持ちになれるようなデザインです。はい、じゃあこの音質に関してなんですけど、ウエストン30のその使いどころというか、ウエストン30の押しどころですね、何がいいかっていうところなんですけど、まずこの僕自身ですね、ウエストン3の音っていうのが結構暴れ馬的だったかなと思うんです。割とドンシャリ気味の3ドライバー3ウェイだったと思うんですけど、このウエストン30になってからはだいぶまとまり感が出ました。どちらかというと意外と歌物寄りになったんじゃないかなっていうのが僕の印象です。で、押したいポイントとしてはですね、低音が結構強いっていうところなんですよね。もともと低音の量感のある、ウエストン3なんですけど、ウエストン30になってからより低音の、量感の方も増したような感じがします。で、低音の刺さりがウエストン3の方ではあったような感じがするんですけど、非常にバランスが良くなって低音の刺さりが、なくなりました。つまり結構爆音で聞いててもハイの部分が刺さらないので、ロックミュージックとかを大きい音で楽しく聴けるようなチューニングに変わったと思います。そうですね、個人的にはワンオクロックとか、凛としてシグレさんみたいなものみたいなジャパニーズロックが大好きな方にはぜひこのウエストン30で、ガンガン音出して聴いてほしいなと思います。はい、ですね、中音域っていう部分がですね非常に充実しているので、歌ロックっぽいギターっていうところが非常に聞き取りやすくなっていると思います。MMCX ケーブルを採用したので、もうちょっとハイが出したい、もうちょっとローが出したいっていう風な微妙なチューニングでも対応できるようになりました。ぜひこちらのウエストン30の方お試しください。以上、大阪日本橋店から浜ちゃんがご案内しました。ごきげんよう。